こんにちは、双葉不動産原です。今回は賃貸借契約にかかる諸費用について説明させていただきます。賃貸借契約を行う前に、諸費用、前家賃とか、いろいろとあるんですけど、そちらを、事前に、管理会社に振り込んでいただきます。で、そのお金をいただいた上で賃貸借契約を行うというのが、一般的になりますので、その諸費用についてを説明させていただきます。こちらクリップ用意しましたので、ちょっと拡大してください。大丈夫ですかね。はい、まず、1番から説明します。前家賃というのがあります。前家賃というのは、契約の開始した日から月末まで、翌月分もいただくこともありますけど、その、住む上での、家賃を先に、支払ってもらうという形になります。例えば12月だったとします。12月20日から賃料発生だったとします。契約開始だった場合は12月20日から12月31日までの分を契約の前に先に預けるという形ですね、をしていただきます。で、12月20日であれば場合によっては1月分を払うケースもあります。そういったまず前家賃というのが一つです。で、続いて2番目、火災保険。火災保険も、2年間の契約のところもあれば月々の契約のところもありますので様々ですが、通常一般的なのは火災保険は契約の前までに、事前に支払っていただくことが多いです。で、3番、仲介手数料。これは、不動産業者のお手伝い料です。管理会社ないし、その、紹介してくれた不動産屋に対して支払っていただく手数料になります。4番、これ括弧にしてますが、敷金ですね。敷金というのは預かり金になりまして、最後退去していただくとき、もしくは借主様が、滞納してしまった場合とか、そういう場合で、当てるお金になります。で、なぜ括弧にしてるかというと、最近敷金ゼロっていうのがあるんですね。当然裏には、事前に、ルームクリーニング代として徴収はされますけど、敷金がゼロな場合もあるので括弧にしてます。続いて礼金、5番ですね。礼金に関しても最近ゼロがあります。礼金というのは、これは、貸主様にお支払いするお礼金という名目になりますので戻ってきません。はい。で、6番、保証会社の保証料。これはもし連帯保証人ではなくて保証会社をつけてください、もしくはお願いしますと言われた場合に、保証会社に対して支払う保証料です。保証会社も様々なので、一概に何パーセントとはここでは申し上げられないですが、申し込みをする会社に詳しくは確認をしてください。この1から6までの費用の総額が、契約、賃貸借契約を行う前に、お支払いいただく諸費用だと思っていただけると、いいかと思います。もう一度言いますが、これは一例ですので、違うことがございます。ですので、詳しくは、申し込みをした不動産業者に確認をしてください。よろしくお願いします。